しみにしてください。さあということで3月ですか、はい、そろそろホワイトデーですね、うん、ホワイトデーもうすぐか。そうですよ、やばい、もうすぐですよ。どうしよう、どうしようね、楽しみ。何が、え、はなちゃん何を楽しみにしてるの。トシ君の素敵な歌、うん、そうだね、なんで俺が今照れたんだろうねそうだよ、ホワイトデーなんか言ってた、ね、じゃあエンディングまで待っててね。へー、さあということでですね、卒業シーズンでもありますね。どうしよう、はい、全然卒業シーズンに行けない気になって気になって全然そわそわしちゃってそうだね、卒業シーズンだね。そうだよ、うん、はなちゃんはすぐに照れちゃう性格からの卒業を頑張ってみる。まあ無理かって、なんでだよ、台本に書いて、なんで台本でな、わざわざ書くことじゃないじゃんこれ。まあ無理かってどうなの、どうなの実際卒業、卒業照れちゃう性格からの卒業、うん、いやいつも測ってますよそら、卒業したいなって、まあ、そうだよね、それでドンチキ村生まれたんだもんね。そうだよ、うん、で前回はくのちゃんに助けてもらってさ、そうだね、うん、そうですね、ただ、うん、やっぱ難しいよね、うん、このそうだね、だってくのちゃんもなんか知んないけどお二人からお裾分けいただきました、ね、そうだよ、なんかほっこりしましたとか言って帰って、うん、言ってしまったけれどそうだね、うん、まあ、そういうことな、そういう風に見えるんだろうねやっぱりね。おかしいね、うん、それは。え、何が卒業しないとさ、何からん、え、いやほらだって、うん、ゲストに来てさ、うん、なんだパーソナリティがイチャイチャしてるだけの番組じゃないかって思われちゃったらさ、うん、困るじゃない、うんうん、じゃあ照れちゃう性格から卒業するってことは、え、受け入れるっていうこと。じゃあ受け入れる、はなちゃんこれは受け入れるの、受け入れたらどうなるの。やってみたら、やってみる、うん、はなちゃん、なに、今日も可愛いね。そんなことないよ、よしくん、トシ君は今日も素敵だね。本当？うん、ありがとう。じゃあ今日も一緒にラジオ頑張ってくるね。無理ー無理ーおかしいもんだって、うん、俺も今も